いやーすごいでしょーこれね完熟トマト鍋缶は甘いと以上書きますけどもねいやあの今週のねもう朝カツの中での人気コーナー飯カツで鍋スープの素を取り上げてまして、えー、もちろん紹介するだけじゃなくて僕たち毎日これ朝ごはんとして食べてるんですね美味しそうでしょうミーティングといえば聞こえがいいですかねまあ そうやって食べることが、やっぱ同じ釜の飯を食って、昔から言われますけども。これは、まあ、絆というと、ちょっと気恥ずかしいですけども。ラジオを聴いているリスナーの皆さんとも、当然、家族、ね。同然の子は絆というのを深めたいと思う。ので。それをひっくるめて。やっぱり、これ、大切な時間ですね。山口良一、今日も生き生き朝活日本。十四日からの五日間は、歌の故郷。風に聞きたい同様リクエスト。ゲストに、毎日、久美子さんが登場ですよ。心にしみる同様リクエスト。お待ちしております。